こんにちは、コスケです。今年大活躍しているこのフュージョンダウンフーディー、その陰に隠れていましたが、実は優秀な防寒性能を持ったワークマンのダウンジャケットがあります。それがこのイージス防水防寒ダウンジャケットです。フュージョンダウンとは違ってダウン 75%、フェザー 25% の化繊なしの詰め物がしてある本物のダウンとなっています。性能はすごく優秀なダウンなんですが、限定生産で入荷数が少ない割に、僕の近所のワークマンだと店舗に並んでいる時間がすごく長く、フュージョンダウンほど売れてなかったんですよね。今回はこのイージスダウン、改めて使い勝手や暖かさ、実際に長期間使ってみての感想なんかを動画にしてみたいと思います。まずこのイージスダウンのいいところの特徴なんですが、こんな感じです。まず一つ目はディアライト耐久撥水だということです。袖の部分にディアライトと書いてありますよね。このディアライトはワークマンでは定番のディアマジックダイレクトの防水版となっています。なので非常に強い耐久撥水性能を持っているんですよね。見ての通り水をかけてもしっかり弾きます。かなり撥水性能は高く、耐水圧も1万ミリと多少強い雨でも全く問題ないぐらいの防水性能を持っています。なので雨の日に着たとしてもしっかり水を弾いて、しかも全く水を通さないという悪天候にとても強いダウンジャケットとなっています。通常ダウンジャケットは水に弱いので、その点このイージスダウンは非常に優秀ではないでしょうか。ワークマンの多くの製品に採用されているディアマジックダイレクトなどの撥水性能の高い製品は少しくらいの水なら弾くんですが、強い雨とか水道水を思いっきり当ててしまうと、やはり中に水が浸透してしまいます。こうやって濡れているところに圧力をかけても中まで水は浸透するんですが、このイージスダウンは防水性能が高いので全く中に浸透してくるということはないです。これだけ水を弾くカッパ並みの防水性能を持っているんですが、糖質度は 5000g とそこそこ蒸れにくい作りとなっています。そこも特徴の一つですね。そしてもう一つ特徴は、やはりダウンジャケットということもあって防寒性能も優秀です。こうやって中の詰め物のふかふか具合、ボリュームを手で触ってみても、こっちのフュージョンダウンよりもイージスダウンの方がふわっとしていてボリュームがあります。実際に着てみた暖かさも体感でフュージョンダウンよりやや暖かいかなという気がしています。もちろんダウンなので暖かいんですが、軽くて動きやすいというのも特徴の一つですね。実際に寒いところで着てみたので、その時の映像もご覧ください。本日の外気温はマイナス14度になってますね。マイナス14度です。そんなに寒くないかなという感じがいたします。今外はマイナス14度でそんなに寒くないですね。僕の住んでるとこだと冬の平均の最低気温がこれぐらいなので、だいたい毎朝こんな感じなんですが、このイージスダウン、中薄着するとさすがに寒いですよね。今この中に来ているのはワークマンのこのフリースフーディーですね。そんなに分厚くないフリースのパーカーなんですが、これと肌着のみ着ています。この格好だと15分以上外で活動するのは難しいかなという感じがするんですが、それでもちょっと外出るぐらいであればそんなに気にならない気はしますね。フュージョンダウンと大きく違うのは、フュージョンダウンの方がちょっとスースーするんですよね。こっちはあまりスースーしなくて、暖かい空気を中に溜めやすいような感じになっているので、防寒性能でいうとこっちの方がやや高いかなという気がします。フュージョンダウンに比べて冷たい空気を通さない感じがするので、特に風が吹いている時なんかは間違いなくイージスダウンの方が暖かいと思います。
実際に着てみた感じだと、特に腕の周り、腕のあたりがフュージョンダウンよりもやや空気を通さない感じがして、少し暖かいかなという感じがしました。防水性能が高いので空気も通りにくいんでしょうね。この日何度もフュージョンダウンとイージスダウン着比べてみたんですが、やはりイージスダウンの方が少し暖かいというのが僕の感想です。ただ暖かさだけ見るとすごく大きな差があるかというと、僕は中の服で調整可能なぐらいの差しかないかなというふうに感じています。やはり一番大きな差は防水かどうかなので、濡れるような環境だとイージスダウンの方が圧倒的に暖かさを維持できるとは思います。それと細かいことを言うと、着心地に関してもイージスダウンの方がややいいかなという気がします。全体的にふわっとしていて柔らかいというのもありますし、フュージョンダウンの最大の弱点でもあるこのファスナーがすごくスムーズで脱ぎ着もしやすいです。これ YKK のファスナーではなさそうなんですが、とてもスムーズで上げ下げしやすいファスナーですね。それともう一つフュージョンダウンで気になっていた顎周りなんですが、この襟の上の部分にフリースのような柔らかい布が貼ってあります。そのおかげもあってファスナーを締めた時に顎に当たる部分の当たりがとても柔らかく、肌触りがいいんですよね。この部分顎に当たるんですが、ここがふわっとしていてとても快適です。そんな暖かく着ていても快適なこのイージスダウンですが、フュージョンダウンに比べてやはり使いにくい部分もあります。僕が普段イージスダウンよりもフュージョンダウンを優先して着ているのは、使いにくい点が一つだけあるからです。それがポケットですね。フュージョンダウンは見ての通り腰の部分にもありますし、胸の部分にもポケットがついています。そして中には iPad も入る大型のムービングポケットもあるんですよね。ですがこのイージスダウンはポケットがとても少なく、腰の部分にまずポケットがないです。胸の部分にはあるんですが、このポケットもちょっと使いにくいんですよね。そして当然ながら内側にもポケットはないので、胸についているポケットがちょっと使いにくいということもあって、普段の生活で気軽に使えるポケットはゼロに近い状態です。そんなこともあって日常生活で使うにはちょっと使いにくいダウンとなってしまっています。やはり着ていて思うのは、ここにポケットがないというのはちょっと使いづらいですよね。普通ポケットのついているこの位置にポケットがないので、ここにはあるんですけどね、ここにはあるんですが、この腰の部分にないので、それがちょっと使いにくいなという感じはします。ただ暖かさに関してはかなり高いのですごくいいんですけどね。フュージョンダウンほど売れてないのはやっぱりポケットとか、あとはデザインと価格かもしれませんね。価格が5800円と、やはり他のワークマン製品のアウターに比べると性能は価格以上にあると思うんですが、他の製品と比べるとやっぱりちょっと高い印象を受けてしまうということと、あとは僕はやっぱポケットが使いづらいなという感じがします。近所を少し散歩するとか、あとは近所のコンビニに行くとか、それと雪かき、除雪の時ですよね。そういう時はこのイージスダウン、防水ということもあってとても活躍しています。というわけでこのイージスダウン、とても高性能なんですが、ポケットの使いにくさというのがとてもネックになっています。細かいことを言うと、丈がフュージョンダウンよりもやや短く、寒い冬に着るということを考えると丈の長いフュージョンダウンの方が有利だったりもします。あともう一つデメリットがあるとしたら価格でしょうね。フュージョンダウンは3900円なんですが、このイージスダウンは5800円ということで、ワークマン製品全体で見ても結構高めの部類となっています。そんな微妙な使いにくさとか価格の影響もあって、すごく暖かくていい製品なんですが、フュージョンダウンほど人気は出てないということになっているのかもしれません。ただ北海道の寒い中、雪が降っているときはフュージョンダウンでもイージスダウンでもどっちでもいいんですが、例えばもうちょっと暖かい地域でベタベタの雪が降るとか、冬でも雨が降るという地域であれば、フュージョンダウンだと悪天候の時は性能かなり落ちてしまいますので、こっちのイージスダウンの方がいいのかもしれませんね。マイナス14度でも寒いんですけど、
もうガタガタガタっと耐えられないほどでは僕はないかなという気はしますね。まあ、もちろん寒いので人によっては耐え難い寒さかもしれませんが、まあ、一応耐えられなくはないという感じかなという気がします。まあ、これ1枚で十分とは言えないですけどね。でもそこそこの防寒性能は持ったアウターだと思います。というわけで今回はフュージョンダウンではないワークマンのもう一つのダウンジャケット、イージスダウンジャケットを実際に使ってみての感想でした。とても性能も高く、価格も性能から見るとすごく安いと思いますし、雨とかベタベタの雪の時なんかは大活躍するダウンジャケットではないでしょうか。ただポケットの使いにくさというデメリットもあって、その点街中で着るにはもう少し改良されると着やすくなりそうです。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。